おはようございます。おはようございます。今日は梅、今日はね、ちょっと季節早いんですけど、これを小さくしたいね。小さくしたい。小さく、去年からずっとポットのまんま育ててたんですけど、花芽はもう全部びっちりついてるんですよ、はい、で梅の花芽がついてるかどうか、まあ、芽でももう確認できるんですけど、うん、あの葉っぱ触るの、あ、触ってツルツルしてたら花芽です、はいはい、ザラってしたら花がない、うん、この葉っぱの元からできるってことでいいですか。そうですよ。ここがここアップで映りますか、はい、ここのとこ芽が2つある、うん、1つは葉芽で1つは花芽で、これはね挿し木なんですけど、あのヤバイの赤花なんですよね。とても珍しいんです、うん、で挿した人からいただいてきて丸2年ぐらい投げてあったかな、はい、もっと細かったんでね。でうちで適当に切ってたんですけど、これじゃあね形になってないので鉢に入れて、葉っぱが落ちてからやってもいいんですが、もう汚いからそろそろやろうかと。でまずこの木でいうと、小さくするのはびっくりするかもしれないけど、この枝いりません、うん、いらない。この枝もいりません、うん、もうなくなった、はい、そうするとこういう形で、あのこれはあのちゃんと削って残すんですけど、うん、これが頭になって裏枝がこことこ、はあはあ、こういう構想。そうするとこのくらいの鉢にね、このくらいの鉢に入りますね、うん、これがいいかもしれないね。これが難しいんですよね。このここが直感なんで、うん、これがちょっとダサい、ダサい、ダサい、うん、で裏回してもここがこう離れてるでしょ、うん、ミニ盆栽の人はこれとこれ取ります、うんうんうん、ここだけでやっちゃう。なあ、でこっちは陣にするんですよ。なるほど。そういう作り方もできます、うん、まあ、これは本当にちっちゃいの好きな人 ね、うん、でここに花芽がついてるかなって、あ、ついてます。ここでも1輪2輪、うん、だいたい豆の梅をやる人は2、3輪しか咲かせないですからね、うんうん、いっぱい咲くとやっぱダサい。そうですね、梅はちょんちょんってあるぐらいがいいって言いますよね。あとこれね、これはちょっと大きいんですけど、これだとミニになんないんだけど、これがやっぱり大きすぎるから、うん、これはもう削るしかないんですよね、はい、うん、そういうシャリにする。そうそう、うん、この中で一番かっこよくできるのはやっぱこれです、はい、で今日はこれを作っていくと、はい、豆にします、はい、豆にします。まず葉っぱね、もういいから取っちゃいますね。これね、はい、こう虫食ってますからね。なんか豆にすると梅ってほら葉っぱ大きいじゃないですか、うん、だからどうなのかなとか。あのね、やっぱりね、葉っぱ落ちて花咲くまでが飾り時だから、うん、葉っぱ大きくても気にしない、うんうん、まあ、もう本当に落葉した後の姿を見るみたいな。そうで、またこれを小さい鉢入れると葉っぱ縮みます。へ、この大きさじゃなくて、これ見ても分かるように大中小あるから、ちっちゃい方のサイズになって、このくらい、このくらいの、このくらいになりますよ。このくらいで同じ種類ですからね、うんうん、あんまり気にしないですね。でこういう風に形よく見えるようにしてから、うん、これ根っこ先に見ましょうかね、はい、根の形によってだいぶ変わるから。ヤバイは挿し木でねつくんですけどね、うんうん、他の種類ものはほとんど接ぎ木ですよね。そうですね、挿してもほらつかないっていうし、うん、よいしょと、はい、もう偏ってから根っこがどういう風になってるかで、かで鉢の大きさも決まるし、意外と深いかもしれない、うん、ただあれです、梅切っても全然平気なんだよね。咲くんです。咲かせた後ね、一回土鉢に戻してやる、じゃないとね来年の花がつかない場合があるから。桜なんかもそうですよね、ちっちゃく咲かせるんだけども、梅の時期の展示会終わったら、あの大きい土鉢じゃないですよ、小さい土鉢に戻すんですけど、うんうん、やっぱり少し養生させないと、花物実物をそのまんまギューってやっとくとうまくいかないと来年咲かないですよ、うん、そのくらいは気使ってやった方がいいかな。花をつけるための、うん、まあ、準備、そう、期間というか、そうですね、夏ぐらいまではね、やっぱり小さくても泥鉢に入れとけば、うん、あの花すごいつきやすいんですよね。それでまたもう一回ここで小さくしちゃうので、ちっちゃい土鉢に入れて来年の春ね、はい、でまた花芽がついたら小さい鉢に戻しても、あの問題は全然ないです、うん、でここまで落としたら洗います。これはもう完全に洗います。
こんなのかつってる。あら大変。これ網ですね。前の人の挿し木なんで、ここが挿しのとこね。でもこれ必要でしょ。必要でしょ、うん。あんまり取っちゃうと立たなくなっちゃうから。ちょっとだけ削る。切ったとこんな感じ。はい、赤い梅なんでね、切り口赤です。うん、ここ墨塗ります。はい。ピニヌール。はい、墨をちょっとね切ったところに塗ります。でこういう状態と、とりあえず根の状態は分かりましたので、たらこの今度はこの枝とこの枝とこの枝とこの枝で作るので、うん、これとこれをこの辺でいいかな、バシッと切る。バシッと。これも花芽ついてるんですけどね、うん、これもさせますからね。うん、でも今の時期、ね、今の時期だけどこれちょっと大きすぎますね。よっ、赤いんだよね。ほら、赤い赤花の梅って中赤いんだよね。なんでですかね。うん、赤の色素強いんでしょうね。かわいそうだけど。そしてこれちょっと削りますか。これ削っちゃわないといけない。なんか赤いまんまだとおかしいか、本当はね。溶合剤？うん、溶合剤塗った方がいいんだけど、うん。まあでもね、削りたてだと塗れないから赤いまんま。そうなの、そうなのだから。しばらく赤いまま、ね。赤いままですね。これをこう植えるかな。ね、こう植えたらおかしいでしょ。しだれじゃないんだから、うん、ここのところにね、太いところがあるのがちょっと気に入らないんでね、うん、ここまで埋まってましたからね、はい、こういうのは苗木買ってほどいてみて、うん、初めて分かることだから、ね、うん、これをここまで埋めてしまうとこんな深い鉢になってしまうので、うん、ちょっとなぁとは思うんですけどね。ちょっとだけ根っこ切ります。これが、うん、合う鉢があるかな。赤い梅花ですもんね。赤い梅です。ちょっとお待ちください、はい、難しいんだよ、うん、やっぱり赤いのが気になってしょうがない、うんうん、まあ花だと思えば、うん、合わない。もうなんかこんだけの鉢があったとしても、うん、合う鉢を見つけるのは難しいと。そうですね、白系ですね。白系です。これね、これがね、赤いポチがあるのをね、無視するわけにはいかんだろうと思って。赤い部分牛というかね。うん、そうなのよ。まあ、咲くとね、花大きいからね、葉っぱも大きいんで、こんな感じになるんですよね。ギュッてやって。これね、意外とこれがかもしれないと思って。あんまり寝かせないでやるんだろう。なかなかやっぱり難しい。鉢合わせが一番難しいですよ、うん、これが点がついてないんだけど、このくらいの感じ、うん、これだとダメだった。これだと深すぎる、うん、これでごついやつどうかなと思って持ってきた。どう思います？うん、でもごついやつ、うん、梅ですからね、うん、このぐらいごっつい方が合うのかな。どう思います？大河くん。どう？大河くん、優しい感じだとこっちになるんだけどね。こっちの方がいいですね。ね、こっちが意外とごっつい方が合うような気がする。この感覚は、はい、その好みの問題とか、あとその今の形じゃなくて将来の形とか、うん、春になって葉っぱが出た時の形とか想像すると、うん、このぐらいのサイズでもいいかなっては思いますね。これだとちっちゃくて可愛いんだけど無理がある。葉っぱが出た時にね、一回り大きくなるから、葉っぱが出るとね、どうしてもね、ということなんで、これになりました、はい、じゃあこちらです。はい、これです。この網を小さくする理由っていうのがあるんですよね、はい、植え替えの時に網が大きいと根っこがこう前面に絡んで取れなくなるから、うん、なるだけ網は小さくしておけばスポッて取れますから、ね、なるほど、うん、なんで皆さんやたら大きい網をつけないでください。今からちゃんと植え替えとけば木もなじみます。さすがにこれ、うん、花の時期にってことですか。うん、
そう1月くらい、うん、もう今から遅くなると今度根が全然動かなくなるし、うんうん、結構小さい鉢に入れる場合はギリギリだと思うんですよね。もう花確定したんで、どっちを前にするかなんだよこれ。花がどっちから咲くかによって、でも裏表どっちでもいいような気がするけど、まあ、枝的に裏があった方がいいのかなとか、うん、ですかね。でも一番見せるのは多分花ですよね、うん、ちょうど裏表があんまなきだから、うん、どっちからでも見られるからいいんじゃない。花が咲いた方が表ですね。そうそうそう、そういう風に見るしかないですよ。あ、入らない、なんで裏側にばっかりついちゃったんだとか思って、表に1個ぐらいって思うことがよくありますからね。ここに花が咲いてるとね、うん、サムネ映えもしますけどね。そう、咲いてないのでね、わかんないと思いますが、しょうがないんです。今やらないと、そう、今の作業をやってるのでね、はい、花の時に植え替えしたらね、ちっちゃいますからね、うん、雑誌なんかだと先に植え替えのとこ取って、花が咲いたらもう一回取って、1年後に出すっていうのはありますよ。近代盆栽なんか結構それやってます。山野草を分けるときは撮影だけで、それが落ち着いて花が咲いたらまた撮ってって、で少しずらしてね、すんだけど、でもまあ梅の場合年に1回だからね、山野草はね、うん、植え替えしてから 2,3 ヶ月で咲くから大体、そうですね、うん、やりやすいんだよねこういう状態ですね。こっち前ですね、私的にはここ、これが頭なんですけどね、うん、もうちょっとね、ここのまもこがなければ、そんなにね高いで苗木じゃないんです、これは、うん、これはおいくらぐらいで売ってるものが1500円で売ってる。1500円、ポットでね、うん、でもいじくるにはね、梅のちっちゃい苗木って売ってないから、ないから、うん、で植え替えてかっこよくなればね、ガラッと変わるからね。手に入れようと思ってもね、うちも手に入れられない。これは刺した人から買ったやつだからなんとかあるけれど、普通のとこ行っても売ってないんですよ。よし、で一応終わりましたね、はい、でここに咲くと、ここに花芽があるね。ね、これが白かったらかっこいいのに、ね、赤なんて高いしね、うん、花もあと2ヶ月先は咲く。そうです、1月です、うん、花1月です。これだけど今やっとかないと、植え替えてすぐ凍るような時期にやってはいけません、ね、ね、やっぱりそういう時はもう保護してあげないといけない、うん、外の作業としてはまあこんなところでしょうかね。こっちでもいいし、ここでもいいし、まあどこでもいいね、うん、咲いてからだね。前後ろないですね、この木ね、こんな感じは、はい、はい、2本目、これ、この長いの、はい、取っちゃいますね、うん、本当はね、挿し木の時期にやればね、捨てないで済むのにと思いながらやります。はい、もう葉っぱはもうみんな取っちゃう。本当はね、あんまり取りたくないよ。あの、早くに取っちゃうとね、花がね、葉芽になったりするのね。桜なんか、今の時期に葉っぱが落ちちゃうと、うん、はい、咲く前に気温が高いから、去年もそうだったんですけど、うん、冬場暖冬だと、花芽が全部葉芽に変わっちゃう。一回寒さに当てて、それで花になる。うん、桜と梅は、あの、だから、家の中で保護さしないで、もうガチガチの冬は外に出しっぱなし。なるほど。温めちゃいけません。うん、ダメちゃ終わり。なんていうんですか、分割みたいな。花芽になるか葉芽になるかみたいな。花芽だって確定してるのに、暖冬でさらに暖かいとこ置いちゃうと、うん、花やめたってことになって。あ、そういうこともあるんですか。そう、それが去年起こって、あのリンゴがまず咲かなかった。それから桜が咲かなかったの種類があるんですよ。うん、だから沖縄なんか冬場がないから、夏暑い時期関東より涼しいのに冬が下がらないんで、ソメイヨシノは1本も咲いてないもんね。あ、そうですか。ないです、桜の木は、うん、あるのはね、なんかちょっと変わった桜ですね。寒桜みたいなんだけど、梅に近いような花で桜が
一種類植えてあるところがありますけど、自然界には桜はないですね。あそこは山桜も何もかも咲かないんですよ。ロンドンとかワシントンとかね、桜あるけどね、日本の桜持ってってあるから。でも向こうは寒いね、気温下がります。うん、下がります。ロンドンは日本より寒いですから、うん。やっぱりあれですね、割れてますね、うん、梅はでも割れるんだよね、こういうの。そうですね、どうしてもね、ウロができるイメージですね。そうです、ウロできてもね、別に枯れやしませんからね、うん、梅はね。お、根っこがなくなっちゃった、洗ったら大丈夫かしら、この木が。ああ、ここをどこまで落とすかね、はい、あんまり長いのはあんまりかっこよくないか、ここかな、はい、これまず取るでしょ。でこれは削り直し、削り直しで、これが頭になるんだけど、頭もちょっと長いような気がするので、切る、これを切る、これを落とす。やっぱ赤いから目立つね、うん、どうしても赤目立ちますね。もう完全に根頭ね、こうですね、はい、このくらいの鉢、鉢選びます。鉢選びます。はい、すいません。マファイアでまとまってる。ああ、これ植えちゃったらまずいからね、うん、これは植えちゃって、これはこの間の教室の残りなんです。残り。鉢は、これは鉢は誰だ、なんだろう、なんて書いてあるんだろうね。すーすほ読めん読めん読めん、スーザンボイル。でも、もう素人の方じゃないかな。なんとか、なんとかホールさん。ほら、映像の方が分かりやすいです。ほら、こういう形になる。玉竜。玉竜入れると、ここの棒が目立たなくなるんですよ。うん、そこのまっすぐを、ね、そうそうそう、隠すために。あの、あれ、ラファイアもやってます、はい、それで向きをもう一回考えてみよう、はい、こうグッと倒した時に背中の方にこれが入ると、このまっすぐが隠れるチャンス、うん、なるほど。こっちはいいんだよ、空間開けといて。で、これここにこれをくっつけちゃう。ラファイアで止めます、止めます。こうやって、うん、止めとかないとね、後でね、植えにくいんです。ラファイアすぐ溶けますから、心配しないで大丈夫、はい、ね、針金でくっつけちゃったら食い込んじゃいますから、うんうん、いかに難点を隠すか。そうですね、うん、でもこのサイズならではかもしれないですね。そうですね、そのね、盆栽のやつだと隠せないですもんね。うん、隠す人はいないからね、うん、大きいのはね、ちょっと大変だと思いますね。この辺がね、遊びながらできる、うん、商品盆栽ですね。鉢も選べるし、うん、いろいろできるのでね、面白いかなとは思います。でもなかなか草とか、まあ、鉢とか集めるの大変ですけど、うん、大変です。今度なんかそういうのが集まるイベントがあるそうで、はい11月の23、24でしたっけ、はい、はい、これもこれも、あ、これ割れてるね、鉢割れてる。ちょっとうちは鉢はあの何しろ自分で使うんでねいっぱいある上に、お客様の方から持ち込んでいただいて、うん、でなんか古い鉢、これもそうなんですけどね、古い鉢とかが結構あるんですよ。な、高くないやつね、うん、咲いてみないと分かんないっていうのあるわな、やっぱりちょっと気に入らないんです。ちょっとだけもっと倒せばいいんだ、もうちょっと倒せばいいんです。金粉、分かりました。止めちゃいます、うん、やっぱでも鉢はあの新品よりはこう使って古さが出てるやつがいいですよ。そうですね、うん、木がね引き立つしね、うん、その辺がどうなんでしょうね。最近は新しいのがいいって人もいらっしゃるから、うん、よくわかんないんですけど、うちは古い方をおすすめしてますけど。ネオネオ、鉢もね、長い鉢はお母さんたくさんあるんで。そうですね、うん、以外なかなかない、こういうと
まあ普通のお宅では持ってても使わないからね、うん、直径1センチからありますからね、はい、何かあった時にはお尋ねくださいみたいな、はい、まあ普通使うのは3センチぐらいのが多いかな。そうですね、3センチから5センチぐらいのがね、うん、多いですかね。5センチ未満って感じですね。そうですね、グリーンクラブなんかであの盆栽売るのは、うん、やっぱりね水やる人が毎日変わっちゃうんでね、あんまちっちゃいのは並べられないんで、ね、行事がある時にお買い上げくださいっていう形になりますかね。たまりは増えますから、うんうん、1年でだいぶ形変わります。この鉢ね、こっち前なんだと思うのね、ここなんかあるから、はい、でもここのとこが薬が取れてるから割れてるんではないんだね、薬なんだね、うん、これね、こっちでもこっちでもいいかな、もうちょっと寝かしたかったんだけど、うん、寝てくださいこうです、はい、こうです、うん、この枝先に花芽あるんですか。あります、こことここはないね、ここに1個あって、うん、こっちにありますね、こことここに。なるほど、ですね、先端に咲いたら、うん、そうそう、まああとは来年用かな、うん、花いっぱい見てからやる方法もあるから、うん、例えばこういうのはもう花がいっぱいついてるわけで、はい、これをまず普通の鉢に入れて楽しんでから切ってちっちゃくすると根っこもうんと切れます、春だったら、はい、そしたらさらに小さくしてって、うんうん、で挿し木の時期だったらこれ切って挿すこともできますのでね、うんうんうん、だからまあいろ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 せっかちな人はすぐ植え替えちゃってすぐ切っちゃうんです、うんうん、豆盆栽やってる人はみんなせっかちですから、うん、買ってきた途端に切っちゃいますね、時期考えないでね、うんうん、それでね枯らす人もいるし、それでもし生き残ったら最高にいいのができるんだけどね、うん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 、難しいとこですよ、はい、うん、五分五分です、五分五分、うん、あの思いっきりやる人は五分五分なんです、うん、これは継ぎ木です、はい、これ紅チロリって書いてあるね、うん、ちょっと落としてみましょうか。これは継ぎ木なんですよ、だから格好がいいんです。そうですね、形が、うん、そう、ただ古いんです、継いでから、だからよくわからないだけで、うん、ここで継いであります、はい、でこれも継ぎ木ですけど、まだほら継いだ跡がここに、ね、残ってますね、うん、こういうのよく見ますね、はい、うん、売ってます、うちでも売ってますけどね。そう、難しい、挿し木はね、うん、難しい、自分で挿せばいいのできるでしょうけど、うん、つくかつかないからね、そういうのじゃつかないんですよね、多分挿し木しても、うん、うん、青いとこじゃないとつかないです、うん、青軸、ここの青軸、あ、でもだから梅が全部挿し木つくわけじゃない。あ、そうですよ、ですね、うんうん、もちろん、うん、つく種類とつかない種類があって、さらに古い枝はつかないので、うんうん、取り木かけて、ヤバイで取り木かけられるかな、これはちょっとやったことないんで、うん、あれなんですけどね、取り木がかけられれば面白いのができる、まあそんなとこです、はい。というわけで苔張って、うん、なかなか雰囲気は出てます、きましたが、うん、やっぱりね、苗木っていうのはね、うん、ポットの中に何センチまっすぐなとこがあるかっていうのがわからないので、はい、皆さん重々お気をつけてください。私もこれは買ったんですけど、はい、これうちで刺すんならこんな長く刺さないから。なるほど、これもね、もだから ここまでここで作ったり、うん、これもここでね、ちょうど埋まってた分を削って作ってたらいいサイズだなっていう。そうなの、うん、気はしました。残念でした、はい残念でした、はい、そういうこともあります、はい、でやっぱポイントとしてはやっぱ花芽を気にして剪定ってことはあるんですかね、うん、まあね、ただ形追求する人は、うん、花つかなくてもいいって人もいるから、まあそうですね、最初の 2,3 年はもう形作りに没頭して、うん、であとの1年で何輪かつける、うん、梅は結構そういう人いますよね、うん、桜なんかだと咲かせようとするみたいだけど、うん、あとは間延びした徒長したような枝は斜輪にするとか、うん、
太くて長いのはね、うん、でこれがね今白く塗れないからすぐ、はい、これを白くすると雰囲気ガラッと変わってきます。また赤だからおかしいね、古さがね、うん、出ますよね。そう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 、桜も苗木販売しますので、うんうん、毎年ね旭山の桜の苗木がね形がひどくなっていったんだけど、今年はどういうわけかかっこいいのが、いやお安く入ってますので。なるほど、それはフェスで出される。フェスでねポット苗でいくら植え替えてやっていくらって見本で何本か植え替えておいておきますから、でフェスの場合鉢を選んでもらったらその場で土と道具使いたい放題で植え替えができるテーブルを一つ作ります。それもいいんですか、決定で。それは決定してるんです。あ、そうですか、うん、ただね教える人がねしょっちゅう変わるのでね、うん、私が教えられればいいんですけど総括なんでそれがなかなかできないんで、まあ、そうですね、うん、手近にいるあのお手伝いの人とかも何年もやってる人が来るのでね、うん、なるほど、うん、ちょっと結構イベント盛りだくさんですね。鉢とかあと静井さんのもあるし、そうですね、うん、使いたい放題のやつは面白いかもしれないですね、うん、なんかこうそこでね交流が生まれますよね、みんなで買って植え替えてたら、うんね、うん、こっちの方がいいあっちの方がいいってね、鉢も選びたい放題ですね。そうですよね、うん、なかなか面白いと思います、はい、お友達もできちゃうかも。はい、はい、じゃあ、11月23、24お待ちしております。はい、はい、お楽しみ。お楽しみ。雨降んなきゃいいですね。そうですね、うち小屋がないんですよ、ビニールハウスしか。テント張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どのぐらいやってる。